最古だけど大丈夫13話の感想動画、イエーイ。どうもこんにちは、加納和馬です。いや、ついに来ました13話。もうあと3話しかないの？短いね。まあ気づくのが遅かったからね。いやでも俺正直最古だけど大丈夫の魅力に気づいた結構後半だからね。6話ぐらいからようやく面白く感じたから、まあしょうがないか。まあそんなね、最古だけど大丈夫ランキング1位取ってましたね。僕がね見た時にはね1位でしたよ。あのね、愛の不時着とかイテオンクラスはまあずっとね上位でしたけど、ここに来て最古だけど大丈夫入ってくるって、じわじわとね人気上がってきてるんじゃないでしょうか。まあそれに対して、ね、日本の先は全然入んないですけどね。アニメはねすごい強いけど、ドラマはねあの10音ぐらいだもんね入ってきたの。もうちょっと頑張ってほしいね。そんな感じで最後だけ大丈夫13話の感想どうぞ。まずね、一番最初にまあその前回最後に3人で家族写真を撮ったけど、そこに至るまでに、まあ、何があったのかっていう答え合わせみたいなシーンがさ最初挟まれるじゃない。あれいる？いや俺韓国ドラマさ毎回見ててさ、やっぱ長えなと思うし、なんで長えかっつってやっぱ間延びしてんなって思うのよ。なんか無駄に丁寧な感じがするんだよね。愛の不時着でもそういうこう答え合わせのシーンがあったけど、俺はねいらないと思うんだよね、ああいうのって。ああもういいよ、いちいち全部ちゃんとね説明しなくていいなと思うの。そういう点はねやっぱねちょっと俺どうかなって思うの。もう1時間半もあるじゃん、長いよやっぱり。いらねえなってね、僕はね、思いましたよ。そして、ジュリとイ・サンインの、まあ、代表ですね。この二人の恋愛が始まりそうで始まらないというね。ゆったりしてんね、ここもね。まあ、メインの二人も、まあまあゆったりとした向き合い方でしたけども、こっちもね、全然ね、もうあと3話だからね。やっぱ一番最後に結ばれて、ハッピーエンドってそんな感じなんでしょうか。俺はもう来週ぐらいにはね、来週っていうかまあ次の回ぐらいでね、付き合ってね、行くとこまで行ってもね、いいと思うんだよね、俺は全然。でさ、この母親からさ、その、父親がいないから、その父親っぽい、そう頼れる人がいいんじゃないかっていうこうアドバイスをね、いただいたけども、やっぱりどの世界も、父親がいない人ってのは年上好きになるもんなのかね。まあ別にその個人差はあるけどさ、やっぱりね、女性とかその若い女性なんてのは結構年上に惹かれるものじゃない。やっぱ父親がいないとやっぱすごい年上好きになるものなのかな。この二人って年齢差どんぐらいなんだろうね。ジュリが20代後半で代表が40歳ぐらい。まあ一回りはね離れてそうだから、まあ結構な年の差はねありそうだけども、まあでもね母親がね全然許してんだから、まあお金があるしね、代表にはね、本当にね、ちゃんとしたお金なのかねわかんないけど、やっぱいろいろとねその裏金を渡したりとかしてるから、ちょっとやばい人かもしれないけど、まあでもお金があるってことはねやっぱいいことだから。最近もねなんだっけ、キングダムの作者がね、あのこじるりと付き合ってね、やっぱりね男はね年取ってもねお金があるとね若い人と付き合うんだね。ねえまあなんだかんだでね、やっぱこの二人もうそろね付き合ってもいいんじゃないでしょうか。そして、まあある患者さん、まあ、女性の、まあ、ずっと最初から出てるあの人、名前わかんないんだけど、あの人が多重人格という設定が急に放り込まれたね。今までなかったもんね。急にそういう設定出てくるってびっくりするよね。だってね、まあ、その、なんつうの、その父親がね、現れたから、そういう部分がぶり返したっていう、そういう見方もね、できるけど、いきなり設定放り込まれるとさ、びっくりするよね。海外ドラマとかそういうのあるじゃない。そんなのなかったよねっていう設定がね、急に放り込まれるとかさ、グリーとかさ、そういうのいっぱいあるじゃん。でそういうのね、やめてほしいなと思うけど、でもこの多重人格っていう設定自体は、俺ね、後々どっかで生きてくんじゃないのかなと思うの。
その直接は関係なくても実は誰かが多重人格でしたっていう、そういうね流れがね出てくると思うんだよね。もう俺そういう風に睨んでるんですけど、どうでしょうか。そして前回ね、まあ、僕がね、まあ、そのジュリとコムニョンのね二人が、まあ、実は取り違えられた子なんじゃないのかと、ジュリの父親が何か関係してんじゃないのかっていう、そういうね予告で僕はそういう風に睨んでみたけど、今回を回を見る限りまるで関係なさそうだね。ジュリとそのコムニョンのね会話もなんかただのねやっぱ冗談というかミスリードのための会話っぽいもんね。いやこれはねほんと恥ずかしい話で、まあこれからね、まあ、この後まだ3話あるからどうなるかはまだわからないけども、まあ、やっぱりジュリは特に関係なさそうな、そんな雰囲気をすごい感じるよね。父親の件もね、いや俺関係すると思ってたんだけどな、まるでやっぱこの後ね見ると全然全然出てこないから、いやほんとまるで予想が外れましたね。そして、終盤で、コムニョンのね父親がね、まあ、その亡くなる直前に、まあ、その回想でコムニョンの母親がおそらくサンテガンテの母親を殺したっぽくて、でその事実に気づいてコムニョンの母親を殺して湖に沈めたという、そういう事実が発覚しましたけども、これもね果たしてどこまでが本当なんでしょうかね。まあ殺したという事実そのものは本当っぽいけど、ここもねやっぱりね疑うからね、出てる映像がそのまま本当かどうかは俺はねこれね信用しちゃいけないと思うの。俺最近シンプルフェイバー見たから、シンプルフェイバーもそんな感じだったからね、もうなんか俺は全然ねここもね信用しちゃいけないと思う。まあ父親が母親を殺したっていう事実はそれは本当だと思うんだけど、果たしてそこがねそこに至るまでいろいろとねありそうだけどね。そして一番最後に、ガンテ、サンテ、コムニョンのね三人が病院に行くと、あのサンテさんが描いていた壁画に蝶がね勝手に描かれてて、でその蝶はあのサンテさんのね母親を、ね、殺した時のあのブローチの蝶じゃないかってことでね、サンテさんがね発狂して、それでコムニョンもね気づいて、もしかして自分の母親がやったんじゃないのかってことを気づいて、三人ともこうバラバラになるという。そしてその後なんかねその蝶のブローチをつけてバリッバリに決めたね不調が黒幕でしたみたいな感じで出てたけど、今までねいろいろとあったそういう出来事は全部不調のせいだったんでしょうか。いやまあだとしたら結局目的は何なのかっていうことなんだよね。何が目的なんだろうね彼女は。まあ自分がその母親サンテガンテの母親を殺した犯人でしたっていうのを分かるような、そういうことをねこのタイミングで出すってのもちょっと分かんないんだよな。やっぱ何かしら目的がないとね、快楽のためじゃないと思うのね。やっぱ何かの目的があってここでこういう風に見せてきたっていう、うん、俺のね予想では本当のコムニョンの母親はあの不調なんじゃないのかって、そういうね考えがあるんだよね。で実は取り違いかなんか分かんないけど奪われたみたいな、で不調はもうその復讐のためにあの家に家政婦として入ってたみたいな、もうそれでいろいろと殺したみたいな。いやよそれじゃ分かんないか。でも何かねやっぱり目的はあると思うんだよな、このタイミングで出てきたっていうのも。俺ね前回ね犯人はジュリの母親かあの患者か不調かっていうね3人どれかじゃないかって言ったから、あながち遠くなかったね。自分の考えをね擁護するとね、いやでもようやく真実にね近づいてきたね。それじゃあ今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。
Thank you.